ゴールドダガー賞は英国推理作家協会が主催するクア賞の部門の一つで最優秀長編作品に与えられる賞。本校では1969年から2005年まで自転作品に与えられたシルバーダガー賞についても記す。名称のダガーとは探検のことで、それぞれの受賞者には賞金と金、銀の探検が贈られる。 1955年から1959年までは、クロスドレッド・ヘリング賞という名称であったが、1960年より、現在のゴールドダガー賞に改賞された。また、1995年から2002年までは、スコットランドのスコッチウイスキーの上流場、マッカランがスポンサーについていたため、マッカランゴールドダガーとも呼ばれた。2006年から2008年には、 ロンドンのプライベートバンク、ダンカン・ローリーがスポンサーにつき、ダンカン・ローリーダガーと呼ばれ、この時期の受賞者には2万ポンドの賞金が与えられた。この額は推理小説の賞金として世界最高額であった。2008年にダンカン・ローリーがスポンサーを撤退したことにより、賞の名は再び単に ゴールドダガー賞へと戻り、賞金も2500ポンドへ減額された。2005年までは翻訳小説も審査対象に含まれていたが、2006年以降は賞を分割し新たにインターナショナルダガー賞が創設された。略称 GD ゴールドダガー賞、SD シルバーダガー賞。ありがとうございます。